こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、名古屋記念、えー、3日目、準決勝の予想を行いたいと思います。えー、まずは概要からです。はい、えー、ご覧の通りですね。えー、10レースは吉田、えー、吉田拓也のまくり。11レースは、あの、三重の柴崎の、えー、自力。 最終12レースは、えー、と竹内に乗る地元、吉田と見ております。では、あの詳しくあの見ていきましょう。えー、10レース、準決勝戦ですね。はい、えー、こちらなんですが、えー、4分戦ですね。 積極的に行きそうなのは渡辺優太と山崎健と。で、えー、吉田拓也も先行はないとは言えないんですが、まあ、かましいぐらいだろうと。まあ、後ろはの同県の鈴木健太郎を連れてるとはいえ、やはりここは自分が残る競争じゃないかなと。で、田舎もやはり、あの、自力含みの 走りで、えー、決勝に乗る競争だと思います。えっ、ー、と、こちらですね。名前の右ですね。えっ、ー、と、今まではバック回数とスタート回数の順だったんですが、バック、ホーム、スタートとしました。これはですね、えっ、ー、と、今までだったらバックとホーム、それぞれ切り取って切り張りしないといけないのと、えっ、ー、と、追加の場合、えっ、ー、と、 結構その、え、処理がめんどくさいんで、もう3つまとめて、えっと、切って貼ってしまった方が、あの、楽だと思って、そうしました。えっと、もう一度繰り返すと、一番左がバック、真ん中がホーム、 そして、えー、一番右がスタート回数です。えっ、ー、と、これを見るとですね、えー、バック回数は、スタート、えー、バック回数、ホーム回数と渡辺裕太が抜けております。で、二番目に山崎健斗ですね。で、ラインとしては唯一三者なのが山崎健斗が前を回る九州のトリオ。えー、中川千一郎が番手を回ります。 で鈴木健太郎も自力を持ってますが、ここは吉田に託す競争ですね。田舎は自力使うと思います。し区は、まあ、誰ができるかっていうのが少し難しいんで、まあ、山崎ができると思ったらその詩をつけるかと思うんですが、地下といえば、私は最近自力も多くなってるんで、自力含みで。 走るんじゃないかなと思いますね。ま、り追い込みとか。そこでですね、えー、っと、やはり一番ラインが長いのが山崎なんです。山崎が先頭に回る。やっぱり、えー、っと、期待のルーキーですかね、山崎は。やはり積極的な競争をして、ついにあの、前場所では、 S, S q 初優勝を勝ち取りました。南純は3日制で3日とも走っても S q 優勝がないんです、ないですから、山崎もけっそんなに南に対して、まあ、南の方が上だとは思うんですが、身を取ってないというか、頑張って走ってるなっていう印象はありますね。 ただですね、渡辺がやっぱり抵抗すると思うんですが、やっぱり積極的な競争が目立ちますからね。だから、山崎が行って中が抜け出しとは簡単にはいかないと思うんです。やはり、この両ラインは足を消耗してしまうと思います。そこで、えー、っと、私の本命は、その叩き合いをまくる吉田です。 で、えー、っと、吉田がまく、まくる線で、えー、ご覧の通り、えー、っと、ラインの鈴木健太郎との折り返し、それからですね、田舎が、あの、先手の、先手ラインの後ろを回って咲きまくりして、それで吉田がまくってくる、この、えー、299にもあると思います。で、えー、っと、 中川の番手抜けだし、えっ、ー、と、またですね、中川が早めの番手まくりを打たざるを得ないときは、えー、園田がさらに、えー、刺す2位あここは吉田がまくって鈴木が離れた場合は、 えー、これがあるんじゃないかなと思います。28とかも面白いかもしれないんですけど、やっぱり渡辺がいるっていうのは辛いです。山崎が残れるのは、あの、積極タイプがいない場合ですから、ちょっと渡辺がいるんで、山崎が残るのは厳しいんじゃないかなと思います。えー、次に11レース、準決勝戦です。SQS 班、諸橋めぐ、 が、えー、してまいりますで、えー、っと、またですね、地元の、えー、並びがですね、柴崎、点数はあの笠松より湿地の方が持ってるんですが、柴崎の後ろは笠松が回るんですよね。ちょっとこれ引っかかりますね。で笠松、ひょっとして失格があるんで、えー、っと、 今、笠松107点なんですよね。だから失格してるんで、失格すると実質104点になるんで、S1 ではもうちょっと点数が欲しい。となると、いや笠松を決勝に上げることで、えー、S1 の点数を取らせる、あの、並びなのかなと思ったんですが、笠松失格はしてないんですよ。なので、ちょっと、あ、まあ、笠松地元か。 地元だから引いたんだそ。その程度か。でも、あの、笠松、あの岐阜で優勝したりしてた山口富夫の後ろから、まあ、あの時南淳もいたん、いて、結構人気になってたんですが、えっと とかなり、あの、足、南が足を使う展開になってごちゃついて、笠松は強襲して優勝したという、えー、レースがあったんですが、その時の出来から比べると、ちょっと、この近況の成績は平凡ですね。失地は相変わらずいいと思います。 えー、っと、柴崎がですね、相当積極的なんですよね。柴崎、やっぱりまくりを、まくりとかまくり追い込む印象はあったんですが、気持ちを入れ直したのか、えー、っと、かまし先行とか、えっと、え、アサイとかつけたときには、早めの突っ張りというわけで、アサイを勝たせたりしてるんで、まあ、その、で、 だんだんと粘れるようになってきてるんで、力つけてきてるんですよね。で、柴崎中心です、私は。もちろん、あの、えー、っと、ルーキーじゃない、まあ、若手の佐々木や鈴木も、あの、いるんですけど、特に、まあ、佐々木が三者いる、三者なんで、佐々木が積極的に坂本龍馬、じえー、っと、これ二段掛けあるかもしれない。 つれていくと思うんですが、あの、さ、佐々木と坂本は地区が違う。佐々木は自分が残る競争をするんじゃないかなと思うんです。穴目です、これ。なので、島崎がまくったとして、まくる、もしくは早めにかましていったとして、佐々木が、まあ、 まくりが多いですから、自分、しかも最近、えー、っと、成績乗ってるんで、勢い、あの、自力を使ったとしたら、今回坂本よりは、佐々木の残り目の方が、あるんじゃないかなと思うんですね。あと、やっぱり鈴木ですね。鈴木は、成績を見てると、 続きもいいんですよ。まあ、唯一フリアとトが2社で、後ろ諸橋ついてるから、諸橋は刺されるんじゃないかなっていうところなんですが、諸橋自体はそんなにいいとは感じないんで、点数は確かに一番持ってるんですが、むしろそれだったら、あの、自力両立、 のパターンなのかなぁと思うんですね。叩き合いとかするわけじゃないですから、自力型が足を使うっていうよりは、三着に入る競争を佐々木や鈴木がしてくるとなるとし、うん、柴崎も含めて自力型が両立してくるんじゃないかなという、 え見通しを立っております、まあ、一応、諸橋や坂本龍馬、あとですね、短期で、短期の内藤も、えー、もちろん、柴崎の番手を笠松を残すんですが、魅力があるのは、柴崎から他の自力型との両立ですね。 はい。最終12レース、準決勝戦です。はい。えっ、ー、と、地元、吉田が登場してまいります。えー、大田龍馬もいますね。はい。えー、こちらなんですが、安倍拓馬と柳田が、えー、短期です。えー、えー、っと、 唯一三者なのが、えっ、ー、と、地元勢。これはやっぱり強力ですよね。また、竹内はですね、行くか行かないかっていう、行けなかったら、先手取れなかったら、ちょっと脆いっていうタイプなんで、まあ、後ろが吉田ということもあり、何としても、まあ、太田を、太田や他の自力を差し置いても、 え、先手を取りに行くと思います。なので、やはり、えっ、ー、と、吉田が最後は、あの、抜け出すんじゃないかなと思います。え、大田は、まあ、当然、それを見ながらなんですけど、すんなり4番手を取れるかって言ったら、河村がいるんで、そうはいかない。まあ、安倍や柳田も、えー、この、 えー、竹内っていうか地元の後ろは取りたいでしょうから、大田は最終的には候補に追い払えちゃうんじゃないかなと。ただ、それで候補に追い払えて終わりだったら、あの、まあ、渡辺も友倒れなんですが、早めに仕掛けていってた場合は、えっ、ー、と、大田は、あの、吉田に止められて不発になるんだけど、ここで、あの、 渡辺は今、あの、切れなどを目指すんで、降りてきて、中部の後ろあたりにはまってくるんじゃないかなと思います。で、当然、柳田や安倍あたりがその辺につけて、河、えー、村もまくってくるんですが、なんとなく自分の残れるタイミングのまくりっていうのが、 できる時とできない時があって、こういう準決勝戦に関しては、あんまりできる印象がないんですよね。むしろその後ろの指揮用の方の突っ込みの方が面白いんじゃないかなと思います。なので、えー、吉田が竹内を指す五一が本線。まあ、五六も考えたんですが、うん、後ろ、渡辺の差し、突っ込み。あと、えっ、ー、と、柳田。 いやだ、最近乗ってますからね。短期でも不気味だと思います。あとはやはり同時、渡辺と同様に縦の切れる式を、あの、このあたりを押したいと思います。ちょっと阿部も気になったんですが、まあ、4点までにこのレースしたいなと思います。ので、えー、っと、阿部が来たらごめんなさい。阿部や河村が来たらごめんなさいですね。 はい。えー、以上、えー、名古屋記念3日目準決勝戦の予想を送りいたしました。ゲーム動画でいこうではですね、えー、チャンネル登録者数増やしたいと思っております。えー、動画タイトルの右側にチャンネル登録ボタンあります。えー、押していただくととてもあの今後の動画の励みになりますので、ぜひご協力いただければと思います。 ブログ、ツイッターをやっております。説明欄にアドレス記載してますので、お時間あれば見てください。またですね、最後の20秒で関連動画、関連動画プレイリストが流れます。そちらももし、あの、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい。えー、ここまでご,覧ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。